こんにちは。FX の相場解説、10月7日です。今週苦戦してますね。3回目のロスカットです。今週はいいところ全くなしですね。まあ、ちょっと画面を切り替えてご覧いただきたいんですけども、この苦戦の模様ですね。日足の一番右側なんですけども、ご覧いただけるように、上下に大きなヒゲを出して、実体が短いでしょう。うん、これはね、やっぱり方向性を迷ってる状態の時にこういうのが出るんですよね。それからその1個前の、陽線。これははっきりと出た陽線なんですが、これね。その前がやっぱりね、大きな上髭を出した、これです。陰線の下の方に実体がちょびっとだけある形になってますよね。こういう不安定な連続っていうのが、まあ全てを物語ってるかなと思いますけども、大きく上に行った、こちらのロウソク足が下に押し戻されて、で、強い反発を持って、今度ね、上の方に行ったんだけども、一個前の陰線は、結局、こんな形なんですよね。下への方向性を示してるっていうほどではないんですけども、上への方向性を否定してるんですよ。でも、その次の瞬間、陽線がズバッと、はっきりと、上の方に出てくる、行って、その後でまた、迷いの陰線が出てるんですよね。迷いの陰線。実体はこの辺ですかね。実体がこの辺。これはね、全体的には上の方に向かっているんでしょうけども、でも、まあ、なんと言いますかね。はっきりとした方向性は見えないというところで、本当に、今日もそうですけども、昨日も一昨日もロスカット食らって当然だなと。勝負を挑んではいけないところだったかなと思います。しばらく様子を見るつもりですけども、でも全くね、見えてないわけではないんですよ。4時間足を見てみますと、これもしかしたらね、収束に向かっているトライアングルをね、作っているところではなかろうかとも思えるんですよね。わかりませんけどもね。大きな振れ幅が小さくなっていきつつあるかなっていうふうにも見えるんですよね。そうなるとまた新しいブレイクが来るかなっていうところを見据えていけるんですけども、はっきりはわかりません。とりあえず今日はエントリーなしですね。ロスカット、ロスカット、ロスカットで3発続けて赤くなってますんで、ちょっともうビビってますね。まあビビるのは正解です。3回連続で勝っても負けても3回連続ぐらい続くと、精神状態ちょっとね、おかしくなってきます。正確な判断ができませんので、ポジションを抜いて、ちょっと客観的に見ていくことによって、感覚を取り戻さないといけないですよね。ダブルトップから勢いよく下にほじくれてきたのが、上に向かうかと思ったら下の方に振り下げてきたと。で、セルの方に行くのかなと思ったら、なんとですね、上昇方面に向かって、ギザギザとしているというところですね。だこれが上昇トレンドを示しているようにもなってないですからね。非常に難しいという言葉は使いたくないんですけども、まあ今年2番目の、難しい相場だなというのが今週です。だから今週1週間、もう割り切って休むのも一つの手ですけどもね。相場の予測は今日は成り立ちませんので、もう、今週見るぐらいのつもりですね。もう、ここから勝負になりません。ちょっと休場します。お休み。ですね、今日がね、7日ですから、7、8と休んで、来週のね、11からの週に、また改めて1から新しい気持ちでやろうかと思います。こういうふうにリフレッシュするのもすごく大事ですからね。悪戦苦闘ばかりが脳じゃないですから。というのが、この難しい局面を私は解決しようと思ってないんですよ。4割のうちの難しい局面ですからね。6割ってのは、まあ、ほぼほぼ見ればわかる。フォーメーションで勝てるものばかりですんで、そちらの方をしっかりと固めていくためにも、4割に力を使う、負けの4割に、ね、力をつけることはしないです。でも、6割勝ち、4割マイナスから、3割マイナス、7割勝ちに進みたい方は、ここは攻略してくださいね。私の相場解説では6対4を崩しませんので、7対3に向かうような相場解説は、まあ、できません。すいません。じゃあ以上でございます。今日はお手上げです。